初日、気温34度の猛暑の中、タイムアタックがスタートする。ここまで8台を照準に全日本スーパーバイクを戦ってきたラッキーストライク鈴木の柳川明。今年のペアライダーはデイトナ200をチームメイトとして戦ったトーマス・スティーブンズ。91年 AMA スーパーバイクチャンピオンである。しかし柳川との体重差は11キロ。これは足回りのセッティングに大きく影響する。なんとかスティーブンスとの妥協点を探しながらタイムアタックを試みた柳川であるが、2分13秒290と鈴鹿の自己ベストに約1秒届かず予選14位となる。とりあえずまあ決勝を見越したセッティングをしていかないと、まあ、ちょっとトーマスさんとの、まあ、ちょっとまだ相関も取れてないんで、まあ、それを重点に置いてセッティングしたんですけど。もう1台のラッキーストライク鈴木はイギリス GP で負傷したバロスに代わってマイケル・ドゥーハンの兄スコット・ドゥーハンを起用。ペアを組むピーター・ゴダードは予選1回目に転倒、左手を負傷するもなんとか2分13秒747をマーク。今年の話題はなんといってもヤマハから出場するエディ・ローソン。ペアを組む永井康友はローソンとのセッティングに妥協点を見出すため予選セッションを精力的にこなすが、ベストタイムは2分12秒032。全日本スーパーバイクのポイントリーダー吉川渡とペアを組む藤原紀彦は V3 時代を彷彿させるアグレッシブなライディングで12秒台をマーク。5台のワークスマシンを投入するホンダ勢のトップは岡田忠之、湯川徹の 250cc ペア。初出場の8台でスーパーバイクを乗りこなす湯川が2分11秒762をマークする。去年はラッセルとのペアで川崎に初優勝をもたらしたアーロン・フライトはホンダに移籍。今年はダグ・フォーレンとのコンビで自己2連勝を狙う。決勝のセッティングを詰めながらもスライトが2分12秒台をマークする。伊藤真一とのコンビで日本人ペア初優勝に闘志を燃やす竹石真也。誰よりもマシンを知り尽くす竹石であるが、普段と違うタイヤに戸惑い12秒台。阿部則文のグランプリ参戦によって急遽抜擢された加藤大二郎はベテラン辻本聡と共に初の8体に挑む。 250cc 以上のマシンはこれが初めてながら12秒台をマーク。大きな可能性をアピールする。信厚拓磨の青木兄弟ペアは全日本スーパーバイクを戦う弟の拓磨が主導権を握りマシンをセットアップ。2分12秒401をマーク。全日本での不運をここで断ち切りたい川崎の日本人ペア北川圭一、塚本翔一組。ベストタイムは塚本の2分12秒381。去年のウィナー川崎のスコット・ラッセルは今年はテリー・ライバーとのペアで優勝候補の筆頭に挙げられ2分11秒691のトップタイムを叩き出し、スーパーバイクチャンピオンの強さを見せつける。で、周りのメーカー見ても、まあ、11秒とか12秒なんですけど、あれでまあ果たして決勝はどうかなっていう感じなんで、まあ、それはあんまり、まあ、あまりよそ見てもねしょうがないんで、まあ、自分らの与えられた中でベスト尽くそうと思ってます。明けて予選2日目、午前中はウェットコンディション。これでタイムを更新するチームはなく、前日までの結果がここまでの予選順位となる。